カーシー・ラーオ・ホールカルは、インドのマラーター同盟、ホールカル家の党首トゥコージー・ラーオ・ホールカルと、アイジア・バーイー、ホールカルの息子である、カーシー・ラーオは、1797年1月29日に、父親から党首位を、プネーで譲り受けた。だが、彼は障害とカギング癖があり、統治者としては、不適格だったため、民衆や兵士から嫌われ、 彼の優秀な弟マルハールラーをホールカルをス、す、声が多かった。彼は、弟のヤシワントラーをホールカルとビトージーラーを、ホールカルの指示も得、彼らも、また彼が、指導者として統治するべきだと考えていた。カーシーラーは、危機に陥り、シンディア家の当主ダウラトラーをシンディアと手を結ぶことに、した。シンディア家にとってもまた、北、インドにおけるホールカル家の勢力増長は悩ましい。 話だったので、彼が50万ルピーを支払うことで合意した。同年9月24日、ダウラとラーオの軍が、マルハール・ラーオホールカルを、プネーで攻撃し、彼を殺害した。また、マルハール・ラーオの妊娠中の妻は、プネーに抑留された。しかし、ヤシュワント・ラーオと、ビトージー・ラーオは、プネーを逃げることに成功し、前者は、ナーグプルへ、後者はコール・ハープルへと、それぞれ逃げた。 ダウラトラーオは、ナラグプルコー、ラグージー・ボーンスレー2世に、ヤシュワントラーオの逮捕を要請し、1798年2月20日に、捕らえられた。とはいえ、同年4月6日に、ヤシュワントラーオは再び逃げ、1799年1月には、マヘイシュワルで、カーシーラーオの敗位を宣言した。その後、1801年8月にカーシーラーオ、 ホールカルは和解のために、本国へ戻ったが、9月にシンディア家に加わったため、逮捕された後にアシイルガルへ投獄された。1808年、カーシーラーオは乱闘によって死亡したとなっているが、幽閉中に暗殺されたと考えられる。ありがとうございます。